政治改革、FEC をモデルにした透明性、グレーゾーンをなくす、この改革をやってまいります、そして政党交付金の使い方を見直して、皆さんがパーティーにそんなに頼らなくていいような配分を実現をいたします、経験と実績を生かして、頑張ってまいりたいと思います。